小郷直久は、日本の薬学者。学位は博士。静岡県立大学大学院に薬学、研究院講師、付属創薬探索センター講師、薬学部講師。株式会社、サントリー生物医学研究所研究員、株式会社第一サントリー生物医学研究所研究員、静岡県環境衛生科学研究所主査などを歴任した。 1973年5月生まれ、京都薬科大学に進学し、薬学部の生物薬学科にて学んだ。1996年3月、京都薬科大学を卒業した。その後は、京都大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。1999年3月、京都大学の大学院の修士課程を修了した。なお、 高年になって、静岡県立大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。2008年3月、静岡県立大学の大学院の博士後期課程を修了した。それに伴い、博士の学位を取得した。京都大学大学院修了後は、サントリー生物医学研究所に入社し、1999年4月から研究員を務めた。その後、 サントリーからの会社分割により、新たに第一サントリー生物医学研究所が発足したことに伴い、2003年1月より第一サントリー生物医学研究所にて研究員を務めた。なお、この第一サントリー生物医学研究所は、後に第一サントリーファーマに吸収合併され、アスビオファーマの源流の一つとなった企業である。2004年4月、 静岡県環境衛生科学研究所に展示、技師となった。2012年4月には、静岡県環境衛生科学研究所にて、主査に承認した。その間、2008年4月から2012年11月にかけて、母校である、静岡県立大学にて、創薬探索センターの客員共同研究員を兼任した。その後、静岡県立大学に展示、 大学院の薬学研究院にて、講師に就任した。大学院においては、浅井明良,良や沢田純一らとともに、創薬探索センターでの研究に従事するとともに、薬食生命科学総合学府の講義を担当した。なお、静岡県立大学においては、薬学部などの学部の講師は兼務しておらず、あくまで大学院とそこに設置された。 創薬探索センターでの活動が主となっている。古巣である静岡県環境衛生科学研究所においては2012年11月より客員研究員を兼任している。専門は薬学であり、特に創薬科学、ケミカルバイオロジー、化合物ライブラリーといった分野を中心に研究している。具体的には 分子標的治療薬としての抗がん剤の新規創出を目指し、リード探索と構造最適化研究に取り組んでいる。また、医薬品の候補となる物質について、その作用基準の解析とバイオマーカーの探索を行っている。その他、低分子化合物を利用した細胞内ネットワークの解析や、その人工的な制御についての研究にも従事している。 石川義信らと執筆した論文ストラクチャーガイデッドデザインオブノベルエルシステインデリバティブズアズポテント KSP インヒビターズはアメリカ科学会の発行する ACS メディシナルケミストリーレターズに掲載されると共に同志の表紙を飾っているこれらの業績に対しては2014年11月に日本薬学会より メディシナルケミストリーシンポジウム優秀賞が授与されている。学術団体としては、日本薬学会、日本ケミカルバイオロジー学会などに所属している。ありがとうございます。